グロービス危険力はいありがとうございますでは始めさせていただきますグロービス西ですよろしくお願いしますお越しいただきましたありがとうございましたあの事前に話をしてたんですけどまずリーダー育成っていうのがふわっとしてるねっていうこととさらに新時代系がさらにふわっとしてるんでこのセッションすごくふわっとするんじゃないかって何話すんだっけ高田さんとちょっと話しながらですねだけどやっぱり今日もお話をこう冒頭から聞いててですね まあ政府として国としてチャレンジしていかなきゃいけないデジタルとグリーンという領域とか地方を元気にしなきゃいけないっていうまあそういった領域っていうことにその新時代経営っていうのが皆さんどう考えていらっしゃるのかなっていう話とか一方で今日の次の全体会ですねやっぱりリーダーが果たす役割まあ今日キーワード「忘却論」とかですね「あそんなことやってもいいんだ」っていうあのキーワードとかもしくはでもあのやっぱり解放戦線っていう言葉があったよですやっぱりその先頭に立って何か戦わなきゃいけないっていう。 なんかいろんな役割をリーダーが担っていくっていう期待感を持ちつ,つ、まあ、万能なリーダーを育てるって非常に難しいテーマだなと思ってます皆さんも多分その辺はすごく悩まれていらっしゃるかなと思いながら今日は少しでもですねそ,のそれぞれの会社さんが目指しているその「新次元経営」っていうレベル感がどこにあって。 そこに到達するために、今組織からどうやってリーダーを育成していくのかということが議論できればいいかなと思ってます。で、こういう話って大体こう人事の方が多いんですけども。今日はですね、あの、富さん、人事、いや、常務でいらっしゃいますけども、も元々あの、人事じゃ。じゃないバックグラウンドで。まあ、と、計画とか事業は携わっていらっしゃいますし。今、高田さん、経営者として携わっています。 まあ、あの鹿島さんが唯一あの人事の専門家という形であの来ていただいてますけどもそういう形で業種もそういうバックグラウンドも違う方に来ていただいてですねどうやってリーダーを育成するのかということをです、ね、いろいろ意見交換したいなと思ってますじゃあこの順番ですみませんもうさっきのふわっとした質問の「新次元系」って何ですかっていう、うん、じゃあ分かりました「えーまあ、新次元」という言葉とは少し軸が外れるかもしれないんですけど次の10年間 おそらく会社と社員の関係っていうのは変わっていく。まあ、おそらくじゃないですね、間違いなく変わっていくと思っています。で、まあ、その中で、えー、組織と個人まあ、人を抱えているような。我々、えー、人事がどうやって変わっていったらいいんだ。どういう視点でまあ、物事を変えていったらいいんだっていうのが大命題でございまして。まあ、新たな関係を再定義し、そしてどんな組織を作っていくのかっていうのをま見せる。化していくっていうのが。 我々人事としての、えううってつお聞きしたかったのがその、関係性っておっしゃったときに、今がどんな関係性で、10年後ど、どんな関係性でです、ね、あの言葉選ばず、誤解を覚悟で申し上げますと、今までのやっぱり社員と会社の関係っていうのは、まあ、雇用と非雇用者、もっと言うと、えー、保護者と非保護者のような関係だったと。 いうふうに思ってます。まあ、これからはです、ね、間違いなく平等な関係選び,選び選ばれる関係になりそしてともに成長する関係というのを目指しがないといけないと思いますですからある意味雇用契約ではなくてですね、まあ、あの手垢がついた言葉かもしれませんし今流行りの言葉かもしれませんがやはり目的パーパスで結ばれないと多分つながっていかないんだろうなというふうに思っています。多分、 もう一つだけ補足できる,るといいなと思った多分オムロンさんが目指しているそのパーパスっていう特に社会課題を最近のキーワードじゃなくて本業として昔から取り組まれてるっていうイメージがあったんで多分その辺りが最後伝わっていくといいかなはいあの弊社は 事業を通じて社会的課題を解決するということを掲げてます、これが企業理念です。もうこれをもうとにかく愚直にやっていくと、ひたむきにやっていくことをずっとや,ってやり続けてきました、まあ、これしか我々得意技がございませんので、これをもう今後もやり続けていく、そういうだけでございます時代が小椋さんに追いついてきた感じですね、なんかねそうですね、そう言っていただけるとありがたいんですが、<laughs> まあそのつもりでやってます。<laughs> はい、ありがとうございますじゃあ高田さん新次元経営 い,いでですすかねね、はいえっと、そうですね僕も新時代、新事件がど,どういうものかわからないですけど我々で言うとやっぱりこう世の中が変わっていく中でジャパネット独自の強みをとにかく磨こうっていう基準ですべての人事制度を決めてますでキーワードいくつかあると思うんですけど我々の会社で言うと結構緩やかな自己責任とかあと背景理解背景をしっかり伝えることとか信頼とか本音とかそういうワードが大事だと思ってやっています。なので 特にこのコロナ禍で在宅が増えて顔を合わせること減ったんですけどだからこそ逆にごまかせなくなっていると思っていて私も経営者として社内 SNS にもう週に12回はこう思ったことを本音をどんどん出すようにしていますなのでこう変にこう顔を合わせて中途半端に常に組織に上長がいる形で伝文で伝わるよりはダイレクトにドンと落とすそこに本音であるっていうことがすごく大事な気がして、まあ、そういうことに理解した人たちが 自己責任で自分の意思で会社を作っていってくれてるなというのは最近感じますもうちょっとだけ補足で聞いてみてもいいですかね、高田さん、やっぱり今日う、井さんがおっしゃったように、創業系で、やっぱりその企業経営者と違うのに、タイムスパンが長く経営できますねと、そういう意味で言うと、高田さんが例えば10年後、多分経営者でやられてるという前提で、10年後にどういう会社になっていたりとかって、なんかあ,りあったりされます そうですね今私が社長になった時6年目が終わろうとしてるんですけど正直想像以上に早く理想の形には近づいてる気がします我々のサッカーチームバスケットボールチームスタジアムプロジェクトウォーターサーバークルージングもちろん通信販売、まあ、いろんなことをやってるんですけどそれぞれに責任者がいますでその責任者がやりたいことを目いっぱい考えるんですけどなんかよくこう会社ってこう主従関係か独立するかみたいな,な二択になるんですけど結構ジャパネットは。 緩やかなな責任なのである程度守られながらも自由度高くいろんな面白いことをやっていくそこにジャパネットで看板があってできるので、まあ、それを楽しんでる人たちと、まあ、僕がもう定期的に意見をぶつけながらやるとなので僕が一日8個から10個ぐらいの会議をやるんですけど月日木金は水曜日は明けてるんですけどもうその中でこうみんなが目いっぱい考えたことを僕にぶつけてくるで僕が聞いて納得すればそのままだし違えば修正するっていうそういう。 マネジメントスタイルで、まあ、本当にいいメンバーが育ってきてるなと30代の役員がたくさんいるのであの、まあ、理想に近づいてるかなと思ってます僕印象として一緒にお仕事する機会が多いんですけどやっぱりこうすごいスピード感で会社が変わってるなっていう印象と結構社員数多いんですけどそれでも。 高田さんの手触り感のある形でこう経営をこう動かしてる感じがあるんだろうなって横から見てたんで多分その辺りがもしかしたら大企業の皆さんにとってはなぜそういうことができるんだろうかとかそういうふうにどうしたらなれるんだろうかみたいなことはヒントになるんじゃないかなと思って聞いてました、うん、じゃあ一番難しそうな柏さんの勝者の自信じる経営難しそうですよね。はいえっ、ー、とー ちょっと遡るんですけど2017年ぐらいにです、ね、あの社長をはじめとする経営陣がかなり危機感を持ってたんですねこれはあの今日のテーマでもある DX 等々で世の中が大きく変わっているというところに当社は本当についていけるんだろうかと今までのビジネスをやっていてはダメなんじゃないかということで全社を挙げてですね丸紅のあり姿と。 というものをまとめまめしたこれ2018年に公表してるんですがグローバル・クロス・バリュー・プラットフォームということで何を言ってるかというと実は先ほどの大野さんと近いんですけれどもやはりあの当社創業から160数年経ってるわけですけれども、まあ、時代に応じて形を変えてやってきてるという中でじゃあなぜやってこれたのかというとやはり社会の中の課題あるいはお客様の課題これを解決してきたからだからあの生き残ってきたんじゃないかと。 したがってそこに立ち返ろうううというようなあのお題を掲げましたこれはなぜそんなことになったかというとあの当社今13営業本部プラス次世代事業本部というのがあるんですけれどもこの13事業本部が結構縦割りが強くてですねプロダクトアウトになっていると、まあ、自分たちのものを売ろうとしてんじゃないかと社会の課題を解決しに行ってないんじゃないかと。 いう課題が経営にあったものですから改めてそこであのこういったあ,のあり姿というのを変えてということはやはり縦だけではなくて横横のつながりも使って例えば一緒になってソリューションを解決していくとか、まあ、そういったことをしていく必要があるんじゃないかということであのまあ次の世代その翌年に出した中期経営戦略の中でもですね2030年に向けてというふうに言ってるんですけれどもあのそういったところがまあ新時代の経営かなと。 と,ところで、えー、まあコロナより前に一旦そういう仕組みをしてみました。はい。はい、ちなみにあの、まずめさ結構新聞とかで新しい施策が出て結構こう取り上げられるじゃないですか。最近象徴的なやつでこれを結構面白いんですってなんかもしあれば。<laughs> <laughs> えっとですねさ、先日あの日経新聞さんにえ事業間横断のプロジェクトで一回二百万円と。 いう記事が出てしまったんですが、あのこれは実は2018年からですね、15%ルールというのをやってまして、先ほど言ったようなその縦が強い組織の中でいかに横を作っていくかと、で例えば自分の事業あの時間の中でですね15%は自由にあの違ったもの、ただしマルベニーのためになるものに使っていいというようなルールを入れました。でまあそれそんなにまだ浸透してないんですけれども、それによって 今度貢献が出たらですね実際に貢献が出たら、その貢献を受けた本部長がコインを配る、要するに横の貢献があった人に配れるというようなことで、横の貢献を促進しようというあの仕組みを入れたんですけれども。いや、た多分縦は強いけれど、横が弱いっていう、まあ、勝者で僕、シーナジーはファンタジーだと思ってたんで、あの起こりえないかなと思ってたことを、多分そこを真剣に起こそうとされてるんだなということを感じました。でやっぱり僕 思っったた新次元経営って聞いた時にですねやっぱり皆さんそれぞれその社会課題を解決するとか多賀、まあ、さんと多分地方創生ってことに結構なお金をきちんと投資して地域を元気にするんだっていうこととか多分そのぐらいの方向性はあるんですけどやっぱり皆さんから出てくるのはやっぱりどういう組織を作るのかっていうこと。 が多分そっち側につながるっていう感覚でこう思われてるのかなっていうふうに思ってましてまさに将来10年後足りうる組織をどう作っていくのかっていうことがやっぱりまさにこういう新時代新次元経営にとって一番重要なんじゃないかっていうことを改めてこう皆さんお三方の話を聞きながら感じてますと。で次にちょっとご質問なんですけど、えー、っとじゃあその新次元経営っていう,もう組織をこういうふうに作っていきたいんだっていうことが多分コロナによって加速したとか減速したっていうのも多分あると思いますし。 まあ AI と DX は手段だと思ってるんで、その手段を使ったことによってこのぐらい加速したんだよっていうことがあればですね、ちょっと教えていただきたいなと思ってまして、またこの順番でいいですかね。はい。あのコロナが入りまして、やはりあの時計の針が一気に前に進んだっていう感覚は持ってます。あの具体的に申し上げますと、まあ当たり前のことなんですけど、今我々はスーパーチームを組んでお客様に価値提供ができるということをこの コロナの時に社会実壮大な社会実装実験ができたと思っていますどういどうことかと言いますと例えば東京にいるお客様でそのお客様が、えー、生産は、えー、バンコクとしましょうかで弊社の場合は営業が東京で経営者が京都にいてで開発が例えば滋賀県にいまして生産が上海にとします。この6 拠点がですね時間は超えられないんですけど空間を超えられるんですね一気にそのスーパーチームでお客様と対話ができるそしてその終わった10分後にですね今度ヨーロッパのチームとできるそういう形でですね本当にあのこの4月5月6月でできたことっていうのはスーパーチームによってお客様に対峙できるそしてそれが何よりもお客様にとって望んでおられる形であるんじゃないかというように感じてますんで、まあ、今我々がある意味前進んだのはそういうスーパーチームというのを 蘇生できるってことこができるじゃんっていうことですかねあの事前にこれをお聞きしてですねスーパーチームのことをオーシャンズイレブンって言うとおっしゃってるらしい、はい、オーシャンズイレブン的な組織をどう作るかっていうそうですねそれ言うの忘れてました、ね、あの, <laughs> <laughs> あのまあもう少し正しく言いますともう一つわれわれが気づいたことっていうのは多分10年後のか、えー、企業の、えー、会社案内から組織図が消えるんじゃないかと。 いう,ふうに思ってますどういうことかと言いますともう全て目的的にチームが蘇生されるとそしてその目的を達成するとそのチームは解散しまた新しいチームを作っていくというそういう会社が組織図をなくしてタレントマップだけで外にどういう人がうちにはいるんですよっていうことを伝えるようなそんなことになるんじゃないかなと思ってますしそれを今スーパーチームという名前でやってますけどそうやってあっちこっちで。 時間は超えれませんけど空間超えれるんでそれをしっかりやっていきたいというふうに思ってますちょっとそれはもう少し教えていただきたかったんですけどまあ、今のお話だと前もちょっと話したけどやっぱコンサルティング業界だとそれは比較的やりやすいなと思ってたりまあ実際そういうふうになってるんだと思ってるんですけどまあそれは人の出入りは結構激しいですとまあ、常にそういう状態を作りやすいとでも製造業なんで製造業でかつ比較的その 多くの方が長年働いてるっていう環境の中でスーパーチームを作っていくっていうのはどういうイメージなのかた多分皆さんも結構勝手ながら残ったと思うんであの当然ですね製造の現場でですねものを作ってるっていうは我々仕事はございますそこの人たちもですねスーパーチームで日によって時間によってコロコロ変わるってことは実際そこまではやってません。 ただ、えっと、我々社会的課題を解決するのを仕事にしてるって言ってますけどじゃあお客様がどういう課題を持ちで一緒になって社会的課題をどう解決するんだって時には、まあ、いろんな知恵が必要なんですね。ですからまあ品質も必要ですし生産技術も必要ですしマーケティングも必要ですしそういう人間がやっぱりみんなの知恵を出し合って お客様と一緒にものを考えるという、そういうイメージですので、まあ、製造の現場の本当にものを作ったところまでが。毎回のようにチームを作り直しということではないんです。ただ。ここもですね、極論すれば、本当にその一番作りやすい方法。一番その品質を維持するために、どうしたらいいのかっていうのをですね、考えると思えば。チームっていうのは、組み替えていくべきだというふうに思っています。最初の冒頭の問題意識の。社員と会社の関係性は選び、選ばれるっていう、お互い様なんだっていうところが。 スーパーチームになってそれがコロナによって結構グイっと前進できた感じが実現のイメージができてきたってことですねそうですね今までもできたんだと思うんですけどなかなかそれをやってなかったっていうのが事実だと思いますで、まあくと言うんですけど4月5月6月とほとんどあのみんな 家から仕事しなくちゃしょうがないですよね、もしくは、全然出ょっちゅなんか移動なんかできできませんよね。じゃあ、どうしたらいいんだってこときに、でき、やってみたらできるじゃん、というのが、やっぱ一番大きかったのかなって思うと。うん、ありがとうございます。じゃあ、高田さんの話も聞いていいですかね。まあ、コロナによる変化とか、A. I. D. X. も使われてる中で、こう、もしくはぐっと進んだことがあればっていう。そうですね。えっ、ー、と、も、ま、う、あ、大前提として、当社は、こう、在宅、で、コミュニケーションを捨てるつもりもないですし。完全に、常に、こう、組織にがちがちと、はまるわけでもないっていう、バランスの依頼人を見つけよう、というのが、もう、会社のテーマ。 で2つぐらいちょっと事例で、まあ、面白かったのが、まあ、コロナをやってもうとにかく現場の感覚を大事にしようというのでさっき本音ってお話をしたんですけど在宅がいいというより通勤がいかに無駄かっていうのを多分みんな感じたと思いますコロナで。で我々コロナ後に何をやったかというといくつかあるんですけど例えばコールセンターって福岡に中心に1箇所あったのを実はもう4か所250坪のコールセンター4つ作って、えー、家から近いところに。 でり電話取車に乗らない人が今5割ぐらいになってるとかあと東京大阪エリアはあの家の近くに引っ越したら近距離手当2キロ以内は月3万円出しますとで引っ越し代は年内は会社が持ちますということをやって20人ぐらいも引っ越しをしてますで今度福岡に大きな拠点を引っ越して東京でやってた仕事をこれから福岡でだいたい東京だと平均40分の通勤時間が とにかくグループ全体で通勤時間というものを削ろうというのが大テーマでいろんな施策を打っているというのは一つあります。でもう一つあの面白い取り組みだと思って今からやるんですけどあのオフィスを狭めるか広めるかの話でいうと僕ら休憩室がすごい広かったので休憩室を狭めようと考えてます。でじゃあ何をするかというと,、えーとまあ、ジジという会社と、まあ、ビズメシという新しいアプリを今一緒に作ってるんですけど会社が昼食代を、えー、アプリで、まあ、チケットを発券すると。 で家の近くの食堂に登録してある食事をみんながそのアプリを見せたら食べれますとでそうすることで昼ごはんはもう外で食べよう飲食も困ってるしとで、えー、その代わり休憩室狭くして返しますとその分の賃料を減らしてみんなの食費に当てた方がみんなハッピーだよねっていうトライアルをしています。なので結構その本音っていうのは今みたいな理屈と背景をなんでこう考えたかを結構常に発信する会社でそうするとみんな結構なんか細部にちょっと納得いかないことがあっても背景は分かってるので。 かなりそこに共感してもらえるっていうのは大事なことかなと思いながらやってますちなみに高田さん経営者としてこのコロナのこの期間で発信に対して意識なんかこう変えられたことってあったんですかそうですねあのそれもつなぐというアプリを作ってですね今グループ3000人いるんですけどみんなが個人のスマホにつなぐというアプリを入れてますそこに僕はあの高田明人っていうんですけど「明人のつぶやき」っていう欄があってそこに出すともう3000人が一斉に見れると家のスマートフォンで。 でそこに対して結構返信をみんなしてくれるのでもうその会議を開くとかメールをやるとかイントラ作るとかそういうのはなしでもう思い立ったら動画と写真でバンと送るとそれはグループ各社の社長もできるんですけどあのそれを導入したのはかなり大きかったですねもう直接なのでだからさっきの時田さんの話の時にも結構タウンミーティングをされてそれをオンラインでするとやっぱり。 できる1回でやる人数が全然違ったんだみたいな、まあ、どちらでもそれでは一方通行の近いコミュニケーションになりがちなかなと思ったんですけど、ん双方向行ってるんでですすよね多分ねそうですね例えば昨日なんですけど、その200人、今役職者いるんですけど、200人の役職者向けに僕の方から、福岡で大規模採用やってるんだけど、みんながホームページ見て転職しようと思ったら、どこがおかしいっていうのを投げかけたんですけど、そうするとさっき見て、60件ぐらい、ちょっとこのページのこの表現違いますとか。 これ検索しても出てこないんですけどとかスマートフォンで見れないんですけどとかそういうのがバーっと来てそれを採用チームが改善していくとなので本当に双方向になりつつあるなと思います、ね、ああその3000人を超えるグループでやっぱ今回びっくりしたのは東京の保護者の一部も福岡に移すんですねって僕知らずにです、ね、今日見て気づいたんですけど。 そういう意思決定がすごく早いなっていうことと、それでもなんか社員が結構ちゃんと柔軟についてくるっていう。ついてくるなのか、一緒にやってる感じなのかがちょっとわからないんですけども、まあ、それがすごくこうすごいなと思いながら聞いてます。結構説明をします。あの、我々地域せ地域選択をできるようにしてるんですけど。例えば、東京でホールディングスで働いてる人が東京選択してると、今度は人事部門が東京なくなるので。福岡に行けないっていうのは、ちょっと愚痴っぽいのを聞くんですよね。その時はもうみんなの前で。 あなたは拠点と仕事どっちか選べるんだけどどっち選んでますかっていうと「拠点ですと」とじゃあ仕事まで選ばれたら会社は持たんでしょうっていう話をみんなの前でしますそうするともうほぼそうですよねっていう感じになりますなのでとにかく本音で全部言うようにしてますね拠点はやっぱりあれですねトップダウンは多少やるんですねす <laughs> コミュニケーションしつつも多分 ありがとうございますじゃあ、鹿島さんのところどうですか、そのコロナということと、いう文脈で、はいあのまあ、先ほど申し上げた2017年ぐらいからの危機感というのは、やっぱりあの AI、あるいは DX というものがあって、どんどん新しい企業が台頭してくるというところの、まあ、脅威というのを感じてたわけですけれども、まあ、それに対してどうしようかと言っているときに、このコロナが起こったと。 いうことになったわけですね。ですから、まああの来るだろうと思っていた大きな波がもっと早く大きく来てしまったというような感覚です。まあ、実際ちょっと昨年度の決算も非常に良くなかったんですけども、ただまああのそういう議論をしていたというのはある意味ちょっと良かったかなと思ってまして、あの今その新しい経営計画に。 あったですね人事制度を今導入するというところであのやっておりまして、まあ、そういったところのですねなんていうのかなこう社内の納得感というか、まあ、やんなきゃいけないんだっていう危機感というか、まあ、そこはある意味すごくアラインしたなというところでやっています、はい、今マルフィネさん出社ってどのぐらいでやられてるんですか 激しかった時は出社率は5%ぐらいでした今はもう各部署でですね在宅勤務はですねシステム的にも十分できるようになってましてで結果としては大体今67割が出社しているというような状況ですこれ海外も含めてかなりのオペレーション見られてるじゃないですかはい日本以外のオペレーションをどういうふうにするか今こう コントロールしてるのか方針を出してるのかっていうことも含めてちょっとお聞きたいしもう、細かいコントロールは現地に任せてますね、やはり現地でないと、細かいところ、例えば医療事情ですとか、まあ、そのコロナに応じた治安の状況ですとか、まあ、病,あの病院の逼迫具合とか、まあ、そういったところは分からないんで、もうそれは現地に任せてるというような状況ですね。はい もしかしたら次のテーマなのかもしれないですけどやっぱりその消費者ビジネスっていうのがまさに、ね、AI とか DX によって大きくなくなっていくかもしれませんし逆にドライブできていくかもしれないっていうその今ちょうど瀬戸際なのがカトキなのかっていうところにいらっしゃる中で。おっしゃる通りですね その本気でその商社の皆さんがこう変わるっていうふうに作っていかれてるのはどんな苦労があるのかなちょっと単純に聞いてみたいなと思って <laughs> なるほどあのいくつかあるんですけどもその2017年の時はですねちょっと細かい話になるんですが、まあ、特に社長の危機感が強かったんですねそれであの本社の部長全員と話したいということで、まあ、80人ぐらいいるんですが10人ずつ1泊2日の,あの研修センターでのもうざ詰めのディスカッションというのをやりました。 これは私は全部に出たんですけれども階層的には社長と部長の間っていうのはもう2段階ぐらいいるんで普段なかなかしょっちゅうは話さない間柄なんですけれどもそこで直接会話ができたということで現場で起こっていること社長が考えていることそこがすごくコネクトしたなと。 いうふうに、私も近くで見ていて思いました。まあ、こういったことが、その上から変えていくっていうところに。つながっていったかなというふうには思います。あと、まあ、経度、経営の本気度という意味では。まあ、商社は常に変わらなきゃいけないっていうのは、常に社内でも言ってることなんですけれども。今回は新しくですね、営業本部を立ち上げました。次世代事業開発本部というところなんですけれども。まあ、これは100人ぐらいからなる本部で。ちゃんと三一三も持たせて新しいことをやると。 と,いうところで、まあ、ここは社員に対してもあ本気ななんだなというふふうううううにに伝わっったんじゃなないいいいかなとととうう思ってまますす、はい、ありがとうございますあのではということでちょっとその次のまさに会社の本気度っていうことを踏まえて会社変わんなきゃいけないって多分各企業さん発信されてるしこういう組織を作るんだみたいなイメージはあるんだと思うんですけどじゃそういうことを具体化するっていうことを今度こうフェーズに移そうとするときにやっぱりそれを実行したいとなる。 やっぱり、ね、それが、えー、と既存の中からそれを作り出していくのかやっぱ外から持ってくるのか本当にそこでなんかその変換まあ人的な質的な変身をどういうふうに遂げるのかみたいなことはいろいろ悩まれると思うんですけどまず一番多分手触り感があってやられてる高田さんからちょっと聞いてるんですけど変経営の方向性をどうやってその リーダーがアラインさせていくのかっていう、なんか、高田さんの経営の考え方をちょっとしそうですね、まず前提として、僕、6年前に社長になった時に、当時、売上が1500億ぐらいだったんですけど、役員が多分3、4名で、部長が6、7名っていう、で父まあ、それこそ、父が社長で、僕が副社長のほに一番ぶつかったのは、誰もいないなら、一番近い人を僕が登用すべきだと、父はいないから兼務だっていう、そこは考え方が真逆でした。で 僕自身番大事にしてるのは抜擢もするけど広告もがっつりやりますで、えー、今グループ課長職以上200この前20名か40名って言ってましたけど240名と僕は1対1のメールを必ずやります役員は手法をもらって僕が返すで課長はまあ3か月から半年に1回送ってもらって返すって1対1です CC に常緒を入れないというルールですでその中で僕が気になってちょっとその考え方とかちょっと ねえ会議の中のパフォーマンスちょっとよくないんじゃないと思ったら必ず本音で全部送ってますでそれが23回受け取ってるんで降格した時にえっ,っていう人は誰もいないですなんか薄々感じ感じさせるっていう作戦でいきますなので登用もするし降格もするので僕が一番避けようって役員みんなにも言ってるのはこう将来的にこう例えばなんか理事とか何とか代理とかっても誰が偉いか分からないような役職名は絶対作らないと。 で常に組織が、まあ、みんなの成長とともに成長すればいいし会社の成長万が一止まったとしてもその中であるべき組織の形に人数を絶対はめるんだっていうのはこだわってますちなみに降格した人がまた再チャレンジっていうのも結構事例としていっぱいあるのでみんなこう降格したら終わりっていう空気がないのもすごく大事かなと思ってますちなみにその降格したら終わりじゃないっていう雰囲気をどう作られたのかなっていうことと。 怖いっても納得した人もいると思うんですけどこれもですね本音で高額してても終わりじゃないって言いっ言ます <laughs> でそうすると実際半年ぐらいしてそのまあそれこそ僕とやっててうまくはまらなかった人をこの人相性良さそうだなって役員のもとに移すんですねでこれもちょっと大事な要素だと思ってるのがその人スペシャリストとしてあまり育てないようにしていて。 例えばこの前もあの紙媒体のずっと責任者をやってたメンバーが突然このスタジアムプロジェクトの責任者に移動させました30歳ぐらいの女性なんですけどそれはあのジャパネットらしい空気を持っているのでスタジアムの新しいプロジェクトに力が必要だってその時みんなあんま驚かないです今まで売り上げの部署からペーパーメディアに行くとか昔は僕の師匠がいきなりテレビに出るとかもありましたけどそういうのも全然驚かない空気があるので。 こ,う変な話ここの課長は無理だけどここの課長ならさせれるっていうこともあるのでそういう形でこうもうあんまりこ,うこの人はこの畑だっていうのを決めつけないっていうのもすごく大事にしてます。その高田さんの中でまさにその中核を担っていくリーダーを何年ぐらいかけてどういうふうに育成するかってイメージがあるのか何かこう結構突発的に浮かび上がってくるのかどんなイメージでその上に上げてチームを作ってるのかなって。 あの僕自身が大事にしてることでもありますし周りの役員とか部長にもよく言うんですけどなんか育成するって感覚はあんまりなくてなんか育てるっていうともうそこに主従ができちゃうんですけどなんか一緒にやってたらめちゃくちゃやるなと思ったら良さそうだったら抜擢するみたいな感じです。なので多分僕が育ててるって感じで見てる人あんまりいない気がしててただやっぱり社長の近くで一緒になって頭悩ませて成功体験積み上げたら。 気づいいたらそそこにふさわしい人にに人ななっっってててるう感覚なのでそれは部長課長課もよく言ってますなんか所属長だから後継者を育てようって書いてくるんでメールで「いや育てる前にもうあなたが成果出した方がいいよ」ってその結構本音で書きますあの教えるとか言ってるけどあその前に部署あんまうまくいってないからまず成功してよっていう <laughs> そういう感じでやり取りするようにしてます ちなみにあの今やっぱり高津さん見られるちゃんと見てらっしゃるんだなっていうイメージがあるんですよ例えばこれ場合になった時も同じやり方でいくのかもっと違う形で発展させるのかってどんなイメージで来ておすそういう意味では今取締役が僕入れて4人いるんですけどやっぱりその中にこう同じようなやり方をしてくれる人が多いのでこの人が言うならもういいやって感じです。なのでグループ今11社ありますけど 正直4つ5つぐらいは僕は見てますけど残りはほとんどそこの役員部長の言ってることを信じますこれも面白いのがさっきの1対1のメールしてるんで部長が不穏な動きするとほぼ課長から漏れてきます大体 <laughs> 怪しいなってね部長がすごいうまくいってますってくるんですそこの課長がいや実は意外とうまくいってなくてっていうとやんわりこう部長に外から攻めていきます <laughs> っていうやり方も効果的かなと思います 面白かったまあ本音で話すってすごいキーワードなんだなっていう高田さんの経営作りにおいてですでかつまあ育てるって感じじゃないんだなっていうことも今日新鮮でしたし抜擢なんだなっていうまあよさそうだと抜擢して試すっていうでフィードバックを絶やさないっていうだそういうことでやられてるしその分身分身っていうかまあ自分と考えが近い人が出てきたらそこに任せるっていうそれが組織を作っていくんだっていう感じなんですねありがとうございますじゃあちょっとオーシャンズリブ最後でいいですか じゃあ島さんのとこでそういった中でまさにトップの期間は分かったとしても具体的にやっぱり商社の人いきなり d x a って難しいじゃないですか。そうで,す、ね、で経営の考え方を変えるみたいなことをビジネスを作り上げていくっていうのをどうやってそういう人を育成するのか外から取ってくるのかっていう。 あのまあ、専,用の専門の部隊を作りましたあの役員クラスでも CDIO というチーフデジタルイノベーションオフィサーというポストを作りましたしデジタルイノベーション室でデジタルイノベーション室には外からデータサイエンティストの人を採用してで,、まあ、でも採用してもすぐにやることはないかもしれませんけれどもじゃあこのデジタルを使ったら商社にたくさんあるビジネスモデルで何ができるのかと。 いうのをいろいろ見てもらって、まあ、そこからヒントを得て、まあ、実際にビジネスにつなげていくと。いうことを、あのー。 始めたのが2018年ですね、まあ、そういったことで変えていこうというところそれからあと全社的にはですねその、まあ、さっき申し上げたようないろんな変えていこうというのは社長が言うだけではなくてやはりその下の経営企画部ですとか広報部あるいは人事部といったチームアップでですねあのいろんな新しい取り組みをやっていきましたこれはよく取材なんかでもお聞きいただいて、まあ、15%ルールとかですね人事系の話ではあるんですけど決して人事制度改革という文脈ではない。 社内では言ってませんあくまでもイノベーションを生むような働きかけということでやっています、まあ、人事のものというよりはやはり会社全体の話だということでやっていますで今もですね中期経営戦略があって、まあ、それにアラインした人事制度にするという取り組みをやってますけれどもこれもあくまでも戦略があってそれにアラインした人事制度にしていくというような形でやっています実際実は1年間ですね経営会議で10回以上 議論をしましまたもう抜本的にベースのところからなんで人事制度が必要なんだとどういう人事制度にしたいのかと。 といいうところからあのやっていきました正直言って言うそれ今まではですねどちらかというと人事部がああい案を作って上渡して、まあ、これいいな悪いなみたいなことが多かったんですけどもっとベースのところから議論したと、まあ、その結果警戒メンバーの腹にも入ったものができて、まあ、あの今推進をしてますけれども新しい制度あのより浸透度はあのいつもよりは高いなというふうに実感があります。はい ちなみに鹿島さんのイメージでいいんですけど、その新しくこう考え方をこう変えてって何年ぐらいして目指している状態に行くイメージですかね。えー、まあ三年ぐらいはかかるかなとは思ってます。はい。ただもうちょっとかかるかもしれません。一応経営計画ではもう2030年30年を見据えてというふうには言ってますが、まあコロナのためにちょっと加速したような感じはあると思います。 その場合3年で完成させようとすると来年ぐらいにトップランナーが走ってる感じがするんですけどトップランナーってどうやってこう中からこう生み出てくうーんまあちょっとそれはやってみないと分かんないかなとは思いますけれども、はい、あのただ、ずいぶん理解はしてくれてるかなと思いますんで、うん、あので動き方もだいぶ変わってる人がちょっと出てきてるってことですね。そうですね、うん、はい 結構横串で確かにデジタルのことを推進する人がいてそこが横しになって動いているという話を聞いたことがあったんですけど、はいろいろ目に見える形例えばあのグロービーさんにもお世話になっているまるにアカデミアというですね、まあ、イノベーションの現場をあの、まあ、選ばれた人たちあるいは手を挙げた人たちがあの見てでイノベーションのエヴァンジェリストになっていくというような仕組みですとか、まあ、先ほどの15%ルールですとか、まあ、社員に見えるような仕組みが結構入っているというところは大きいんじゃないかなと思います。はい。 じゃあもう富田さんに聞きたいことは一つなんですけどジョージ・クルーニーをどうやって作るんですかっていう <laughs> オーシャンズ・レブのリーダーのジョージ・クルーニーってどうやってできるんでしょうかっていうなるほどあのまあジョージ・クルーニーはなかなか作れないんですけどただあの当然我々も、えー、社会的課題を解決していくという先ほどずっと言ってますけどその社会的課題は変わっていきますただ、えっと、それ以上に進化の激しい、まあ、進化が一時的なテクノロジーですねだから今までできなかったことがどんどんできるようになってきたと。 じゃあその時に我々はどんな人材が必要なのかっていうのをまず人材像をイメージすることからスタートしてそれを中から育てるのか外から取ってくるのかっていうのはもうその時間軸とどのぐらいのインパクトが必要かっていうことによって変えればいいと思ってるんであのまあ 日本だけの話なんですけどね新卒かキャリア採用かっていうのでももうわれわれあんまりそれに特にこだわっておりません一番われわれが欲しい人材が作れるんだらば外側でもいいし中側でもいいっていう考えたんでやってますさっき話でびっくりしたんですけども今小室さんで新卒よりも中途採用の人の方が多いんですっていう だ,だいぶそのパラダイムが変わってるなっていうのが、すごく感じているの一つとですね。ちょっと改めてやっぱり、オムロンにとっての、オムロンにとっての、ジョージクルーンってどんな人ですかっていうのを、もうちょっと聞いてもいいですか。<laughs> こだわって。いやいや、ありがとうございます。あの、まず。その前に、チームってどんな形になってるかというと、絶対に、リーダー、まあ、リーダーっていうのは、チームの。成果を最大化する、まあ、まとめ役と言ってもいいですし。時には前に立ち、時には後ろに立ちですけど、そういうリーダーと。 まああの高いスペシャリティを持ったまあエキスパートっていう人材の絶対組み合わせでしかチームは作られないと思ってます、まあ、そういう意味ではまあジョージ・クルーにはあえてリーダーというんであればまあリーダーに対してはもう経験だと思ってます、えー、っとまあ皆さんもよくご存知ですけど人が育つ3つの要素ってやって1つ目が経験これ7割って言われてますで2割がエクスポージャーまあ露,出露出と訳せばいいのかフィードバックとかでもいいんですけどそういう人の前に出てフィードバックを受ける。 もしくは、えー、と自分が前に立ってフィードバックをするも含めてのそういうエクスポージャーそれとエデュケーションのいい7対2対1って言われてましてもうントツ経験なんですねだかいかに、あのー、可能性のある人にチャレンジ、まあ、言い方悪いですけどあのチャレンジしてもらうか、まあ、来て抜擢するかですねでもしダメだったら、まあ、弊社の場合も実は降格制度っていうのがあるんですね、えー、重い荷物を担がせるってことは当然失敗も絶対します その時に、えー、一回降りてで、まだ再チャレンジできるっていう制度を持っとかないとですね、心理的安全性を保てませんので、そういう仕組みを作ってやってみろと。ダメだったら、少し荷物を軽くするよっていうことをしながらやってると。で、しかもそれをですね、実は役員から入れたんですね。役員からはじめに考課制度が入ったんで、我々役員になってもあの。 まうまくいかなかなったら降格するんですよでまだあのうまくいけば戻れるという、まあ、戻るという,うそういうの繰り返しですそれを今管理職まで入れてましてもう将来的にはそれを係長とかどんどんどん,どん下げていってですね、まあ、チャレンジ、まあ、抜擢して重い荷物を担いでもらうためならば一回荷物を軽くしてまたうまくいけば戻ればいいよとそういう形でまあ行ったり来たりダイナミックに動かしていくってこれが一番いいのかなと思います、はい あのちょっと最近のやっぱりこうよくリーダーシップ論で言われてる話がちょっと出てきたんでちょっとあれってご質問したいんですけどやっぱさっきの心理的な高田さんのやつも多分心理的安全をちゃんと作ってくれてるんだと思うんですけど心理的安全とあとはやっぱりその人前でフィードバックをちゃんと受けられるっていう、まあ、弱さをきちんとオープンに出せるみたいなことってよく最近よく言われてるんですけど昔からそうだったのかやっぱ最近そういうふうに変わってったのかっていうのはちょっと聞いてみたいな えっとまああの昔はそうではなかったですね、まあ、昔はもうあの典型的な、えー、日本企業で昭和のマネジメントだったと思いますね。でやっぱりあの今の社長が、えー、約10年前ですね2011年に40いくつだったかな、まあ、50前でですね社長になりましてだいぶそこで感覚っていうか我々がやろうとしてるスタイルを変えてきたっていうのはありますね。まあ、そこからです、ねまあ、当然 広角で言うと「広格」ってあんまり嬉しいことじゃないんですけど広格してもまだそれで明るくそのまま仕事をしてまた何が結果を出せば上がれるっていうことをもう見せてしかも上からやっていくということによってああこういう会社なんだっていうのを少しずつ見せてきたっていうのがかなと思いますけど。ありがとうございます。 そそろそろ全体討議に移っていくもしあのオンラインの方でご質問あればチャットでもあの後で手を挙げていただいてもいいんですけど最後高田さんにあの高田さんの心理的安全性ってどうやって作ってるのかなっていう会社全体に対して、えっと、結構いいなと思ってるのはうちはオープン会議がすごく多いですあの他の部署の会議を見れるという特にオンラインになってたまに。 該当部部署署よりりもも他の部署の方が多かったすする時もあるあんですけどでそれも全部本音なので僕グループ11社と分が大体60ぐらいあるところとほぼ全部とあの会議をするんですけど大体うまくいく部署うまくいかない部署ってあるんですよねでうまくいかない部署には「俺との会議楽しくないと思ってるかもしれんからちょっとこの会議入ってみて」って言うと半分ぐらいもう結構ずっと笑ってる会議もあるんですよ「うまくいってていいね」ってでそういうとこは。 準備が前回言ったのはあれどうなったって言ったらなんかもう最初から役員がすすいまませんん漏れててててししたって言っ言笑顔でで回答してくるんですもうそれぐらい気持ちよくやれたらもう何も言えなくてでもそういう姿を見てもちろん漏れるのがいいんじゃなくてとにかくなんか前向きに隠さずごまかさずやることが大事なんだとかあとめちゃくちゃ怒られてる部署はもっと怒られてる部署を紹介したり <laughs> そしたら結構意外と元気になった結構あそこよりマシだなみたいな。 なので結構会議がオープンであるっていうことはすごくあの大事かなと思ってますねやっぱ比較すると気持ちが楽になるんですよやっぱ自分の大変さしか見てない視野が狭くなってるのでそれは結構たまにスタジアムの会議にみんな入れたらなんかこんな楽しいことやってるんだって楽しみだなって言って帰りますし、はい、そういう感じにしてますありがとうございます。 ちょっとじゃあとっ勝者でさっきの心理的安全とか弱さを見せるみたいなことってあんまりこうまだイメージが僕ないんですけど、はい、でも作られようとする組織のリーダーってそういう人なのかなと思ってです、ね、うんどうですかね、まあ、ちょっとそこに直接当たるかどうか分からないですけどやっぱりいろんなタイプの人がこれから必要になっていく新しい時代になって、まあ、その人たちをちゃんとマネージできる人だからまあその人たちにそれぞれのタイプに対してこう今までの何て言うのかな ティピカルなその消費者マンということだけではなくて、まあそういう人たちに心理的安全を与えられるようなリーダーっていうのがまあ必要になってくるのかなというふうに思います、ね。ラシティの方ですね。そうですね、えー。ありがとうございます。はい、じゃあすみません皆さん会場の皆さんともしオンラインで参加の皆さんにはいじゃあ一二三じゃあ三人行こう。 ありがとうございました。あの味の素ヘルシーサプライの高谷と申します。あの高田社長のお話はすごく面白くてですね <laughs>、あの、えー、有名なあの前任の方も含めてですね、あのどういう経緯で先ほどおっしゃってたようなリーダーシップとかマネジメントスタイルにたどり着いたのかっていうのがとても興味があってですね、あの聞かせていただければと思います。はい。はい。あのありがとうございました。東京リバブルの太田と申します。 えっと弊社ですねあの人数3,500人ぐらいなんで、まあ、あの高田社長のとこと大体同じぐらいの感じなんですけれどもあの先ほどあの末端っていうのかなこうあの下の方の人と誰よりにコミュニケーションを取るっていうお話があったんですが。 まあ当社もやってるんですねただミドルマネジメントにはミドルマネジメントの都合というのがありますよね。その辺でこうあのコンフリクトみたいなものが起きたりそれをこう解決すると特にどういう気を使ったりしているかっていうのがあったら教えていただきたいと思いますよろししくお願いします。 あ平とと申しまます。す。どううもありがとうございます非常に興味深かったですあの全般にあの経営者として人をどう動かすかとかどう真似するかどうやる気にさせるかっていう話がたくさんあったのでそれはそれで勉強になったんですけどタイトルセッションのタイトルがあの「デジタルトランスフォーメーションの新時代」って書いてあったんでデジタルトランスフォーメーションのをリードできるリーダーの育成っていう意味でそのその DX を本当に理解してそれを引っ張っていくような人材がもう社内にできてきているんだったらどういうふうにそういう人たちを作ったのかどこから引っ張ってきたのかあるいはその DX をリードするリーダーをどう作ろうとしているのかその辺ちょっとセッションに抜けてたのでもしよかったら教えてくださいありがとうございます。ままさに鹿島ささに島んんととととかかそこはぜひフォローいいいいたたただだければと思ってますじゃあじゃあ僕あのありがとうございますござ質問の ちょっと最後 DX のところは僕は結構 DX ってワードがもう多分 DX って言われてうちの社員3000人でよくわからんっていう人が2500人ぐらいそうな気がするんですよだから社内で言うと DX ってもう本当使ったことがなくてただ DX ってはまデジタルを使いやすくするってことは例えば Zoom オンラインの会議やるんですけどオンライン用のテレビっていうのが実はあってですねそれイコー50万とか60万するんですけどめちゃくちゃ便利なんですで全員 Zoom でつながって例えば300人が入る会議よりも 五人ずつが分かれて入った方がこうちょうど中間の空気が作れるでそのテレビを使った時めちゃくちゃ便利でもうあの音が全然伝わるとかいうものなんですけどそれを五六十台買って全グループ入れたりだから DX に対応してるっていうより気づいたらいいものはどんどん横串で広げてるっていう感じだと思いましたで最初ありがとうございますご質問いただいたあの僕自身は父からやっぱりこう 色々勉強しろとと言われたことがほぼなくてですねで単純に自分でスイッチ入った時にだけパフォーマンスが上がるっていう自分のタイプが分かっててもう大学浪人してるんですけど現役の時は何となく受けて浪人中にこれは勉強しなきゃってスイッチ入れて考えて考えてやったらまあ受かったって経験があってなので僕自身がすごく意思の大切さとか生産性の大切さを心から実感していますなので実際今ジャ,ジャパネットは9連休とか16連休を必ず取れる制度であったり あの土月、水、金が農産業だったりっていうかなり休みは増えてるんですあと9時,9時から10時と12時から2時は農会議タイム会議一切しちゃだめとでたまに僕会議室行って会議してたら何してんのっていうぐらいあの会議をしないで考える時間作りましょうとかもやっているのでこうとにかく一人一人が自分の意思で考えることが重要だっていうのが自分が心から思ってるんでじゃ社長になった時 もうこれを僕社長になるんだったら自分の信念貫こうっていう前提でいろんなものを決めてってるっていう感覚ですであの本当中間のコンプレーを本当に気にしていてあの飛び越えて言う時にすごく気を使いますなのであのもちろん極力部下の前で上司は指摘しただあんまり言っても直らない人はもう指摘しますけどであの僕フォローに入るけど成果はできるだけ現場に 渡そうというのは意識していてこれがちょっとできているかというと自分でも足りないのかもしれないんですけどあのおっしゃるように自分が間にいて嫌だなと思う距離感とか言い方はしないようにというのも気をつけているぐらいしかちょっとな,いないので比較的中心でやっている役員はあまりこう僕が手柄持っていくような感じでは見ていないと信じています、分かった分。はいじゃああの D. X. に向けてっていうことで、あの、まさに富田さんのところはもう昔から I. O. T. やられてるので。まあ、組織全体がそういう会社であるという認識を持っている。で、柏さんのところはやっぱりデジタルっていうところに。横串でやっぱりそこを変えようとされてたっていう意味があったんで。ぜひ、そのあたり文脈で補足をいただけると。はい。はい、あの、D. X. っていうのは、我々にとっては、今年で事業を考えることだと。訳しております。どういうことかというと、別に、あの,もの、もまあ、ハードウェアに。 やめてサービスに変えるとかそんなことを言ってるんじゃなくって、えー、とハードウェアとそこそのサービスとかの組み合わせていかにその価値を最大化するかと時にはそれは社内じゃなく,てなくて社外の人も巻き込んでやっていくというこういうことをそういうことが DX だと思って考えた時にそこにおけるリーダーっていうのは当然それをまとめることができる人なんですが必ずそれをやろうと思った時に多種まあ多種。 多様で多彩なですね人の集団に絶対になりますチームはその多様で多彩な、えー、一人一人が持ってる個性あり能力をいかにぶどまり高く上げていってその成果に結びつけていくかって考えのリーダーの役割だと思ってますそういう人材を作っていくってことがまず何よりも一番大事だと今私たちは思っていますでまあそのためにはいかにエンパワーしてエンゲージメントを高めていくかというもう本当に月並みなんですけどそれを本当にひたむきにやっていける 時にはさらけ出すリーダーであり、時には前に立ってガ癌が引っ張るリーダーでありっていう、そういうリーダーシップスタイルをですね。きっちり持って動かしていける人間っていうのをいかに作れるかで正直申し上げて全然まだ足らないです。だから、こういう人たちを先ほど言いましたように、外側取ってくる経験を持って所取ってくるもありますし、中で経験を積まして、まあ少しでもできるようにしていくという。それの今、まあ、過渡期にあるという風うに思っています。 例えばまあデータサイエンティストとかああいう方々っていうの,の中からそれ出るのか外から取ってくれるのかどんな感じですかえーとデータサイエンティストとかになりますともう多分ほとんど外が取ってくることになるんだと思いますただ、えー、と繰り返しますけどデータサイエンティストだけいたって事業のことが絶対できないですねこと視点での事業はできないですねやはりリーダーを っていうののはその価値をどういう価値を作るっていうことの旗を掲げる人間なのでそういう意味では専門性を持っている人間と全体を見る人間っていうのはこれ役割として持っておくべきだと思ってますんで今の言っているリーダーっていう先ほどうのジョージフうに常はどっちらかっていうとどういう価値を作っていくんだどういう目的目標に向かってみんなを進めていくんだっていうのが主張だと思ってます。じゃあ柏さんもはい、はい まあ、DX がまあ当然わかるある程度分かることは大事だと思いますけど、まあ、当社の中 DX っていうのはその一つ時代を変えたまあトリガーの一つ、まあ、もしかしたらコロナもそれかもしれませんで結局それだけ変化が大きくて早い時代ここを乗り越えるリーダーってどうなんだということだと思うんですね。であのその時代に全てのことを分かって自分で理解してそれで判断できる。 ととといううことはもうちょっっ求めにくくななているのかなと例えば今分かりやすく言えばこの業界のことは自分は分かっていて人脈もあってだから俺は全部分かるんだというスタイルがまあ今までのリーダーだったとするともうもはや変化が早すぎてですねそういった全てを分かる正解がないというような時代になってきている中では、まあ、そういったスタイルのリーダーというのはもう違うのかなとただ今今はそういう人も必要ですと思ってます。でじゃあ新しいリーダーダをどう作るか まあこれはもう要するに正解のないところで判断してでそれを結果を検証して修正していくそれをスピード早くやっていくっていうことができなければいけないと思うんですけどそれをどう作るかっていうのはまさに今議論をしているところです。やはり経経験験させるるしかないいいいとと思いますけれどものの場というのが限られている中で あの、どうやっていこうかというのは、すごく、あの、悩んでいるところです。ただ、全体に、あの、一つだけ、えっ、ー、と、統一して、あの、今まで申し上げたことの中でですね。あの、あるのは、あの、思いとかですね、志とか夢とか。まあ、そういうことを持つということを、すごく推奨しています。チャレンジとかですね。ですから、そういったことをまず持って、まあ、そういったものを持って。こう、どんどんいって、リーダーになっていくというところ。まあ、これは、あの、必要かなというふうには思っています。 はいえ、これはまだあの本社の中ですね、はい、なかなかグローバルの世界ではできてないというのが実情です。はいはい、ありがとうございました。では、オンラインもし、もし会場の皆さんではい、じゃあ、はい、あすみません、同じ京都でまだ同族職抜けられない村田機械の村田と申します。尾野さんんの方に質問なんですけれど リーダーの中で社長とかになってくると、そのまあ育成とか選抜っていうのは、人事部マターだけじゃなくて、もっと大きな話になってくると思うんですが、取締役、社外も含めての関与っていうのは、どういう形で利用されているか、ちょっと聞きたいと思いますすすよろしいですかあ、はいいでかはありがとうございますあの弊社はですね、まず、えー、っと執行役員。 執行役員の育成に関しましては取締役特に社会取締役にはいいいろんな場で見ててただいております別にその人に「あなたは将来どこどこのカンパニー社長ですよ」とか「社長ですよ」っていうのを言ってるわけではなくって取締役会とかそれをアドバイザリーミーティングとかいうところに出,して,出てきてもらってですねそこで話をしたりそこでいつも質疑応答を受けたり。 もしくは、えー、懇親会の場で、えー、無理やり横に座らせたりしてですね、えー、結構もうあのベタベタのですねあの主観的な形でか見ていただいて関与いただいているのがまず一つです。それともともと弊社の場合はもうサクセッションプランニングっていうのをあのきっちり作って込んでまして。 世界200のポジションに対して誰が後継者かというのを全部登録をしています、その名簿を見てもらって、ですね断るごとに社外取締役、社外監査役の人にはですね意見をもらって、見てもらって、意見をもらって、そしてまあ次なるまた課題といいますかね、次なるチャレンジのですね設計につなげていきたいというふうに思ってます、ね、人事部だけでやってるものでは全然ございません。ちょっととと話すすいいいんですかね多多分分これるは 医療法人社団手術会の武藤とと申ししまます今日はどううもありがとうございましたあのこれから人事の観点で5年後10年後今評価しているものよりももっと高く評価をする観点があるとするならば何なのかということと評価をしなくなる観点は何かということをもし1点ずつ教えていただければと思います。えっと、具体的にどうういう かります例えば、その英語すごい陳腐で言うと英語が話せるとかグローバルであのリーダーシップを発揮できるとか今、評価されているものがあると思うんですがこれからさらに評価をしていく観点とこれはもうあまり評価しなくていいだろうという観点があれば教えていただければと思います。わかりりりまししたたそういうい意味ではは先ほど申し上げた通りやはり変化への対応力 というのはものすごくこれから重要になってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、正解のない中で判断して決断してでそれを修正していくというような、まあ、あの能力というのはこれからさらに高まっていくんじゃないかなというふうに思います。まあ、今評評価価しししてていいどうでしょううでょねあ,のあまりななくなるというのは あまりちょっと考えにくいですけれども、まあ一般的な知識的なものとか、まあそういったものはどんどん AI とかそういったところに変わっていくのかなというふうには思います。あと事務処理能力とかですね、そういったところはあの機会がやってくれるようになったらいいなと思ってます。はい。うちも結構そうですね。うちキャリアルートが専門職と総合職とまあライン職とかあるんですけど、専門職に関しては別なんですけど、総合職に関しては。 今からなんですけど、あんまり経験を大事にしていないという感じです。その部署の例えば売上部署で売上のことを分かってるとか、あのそういう経験があるっていうこと。よりもその根っこにある成功へのこだわりとかまあ、成功し、成功体験っていう意味ではいるんですけど、その部署を特化した経験というのはジャパネットはほとんどすでに評価,評価にあんまり入らないかなという感じです。まあ、総合職である。以上、どこ行っても活躍できるかどうかっていうのはすごく重要な。 要素かなと思ってます、ね、はい、はい、えー、っとですねこれからまあ必要なものっていうのはやっぱ志といいますか向上心っていった方がいいかもしれないですねまずそれがやっぱり非常に大きいと思いますでもう一つあえて言うならば対話力というか我々はよく言うんですキャッチボール力なんですねキャッチボールができる力っていうのは非常にこれから重要だと思います、えー、今後いらなくなくるもの いいいらななわけけじゃないんですけど先ほど、えー、鹿島さん言われた通りですねやっぱり分析とかっていう、そういうテクニカルの分析っていうのは、徐々に減っていくんじゃないかと思いますね、はい、以上です。そうすると、やっぱここ、まあ、まさに自分で旗を立てる力っていうことと、そこに向かって人を引っ張っていく力、で多分まあ先ほど、多分高田さんもおっしゃってますけど、ゴールがよくわからない状態の中で前に進んでいかなきゃいけないんで、どの状況になっても、ある程度、チームを率いて成果を出せるっていう土壌の方がより大事にされてるっていう感じですね、皆さんだからね。 はいじゃあ1、2で、はい、2> 聞いて最後原さん。 はい、あの長谷さん三浦でございます、えー、っとプロダクトアウトからですねそのペインポイントとか社会課題を解決していく方向これ DX まさにそうだと思うんですけど、ね、そこでそ,のそれをやる人ないしは先ほど丸紅さんでおっしゃられた貢献を受けた本部長がコインを配るこれよく分かるんですけどもこれをもしかしたら阻害するっていうんですかねあの階層型の先ほど朝井さんが言われたレガシーを守る方々が時とすると妨害する人を 出すのをこう拒むとかですね。そういう人たちのマインドセットとかインセンティブってどうされてるんでしょうか。はい、あのありがとうございます。あの次世代の経営人についてなんですけど、先ほどオムロンさんが200のポジションで次用意されてるとおっしゃってたんですが、まあ、7割経験で、あとそのえっと抜擢するときにいかにその社内に競争をあの生みながらあのこう成果を出した人を上げていくかみたいなこうなんかこう仕組み。 あの抜擢の仕組みとか競争の仕組みについてなんか留意されてることがあれば教えてください。はい。えっと先ほどのまあ縦と我々呼んでますけど縦のマインドセットがどれだけ横の意識に行くかというところは本当に我々も課題だと思ってましてまあ、先ほどのような取り組みをやってるとただ一方でですねあの社内ではメッセージとして出しているのは縦はとても大事ですと結局縦が強くてその強い者同士が掛け合わせないと強いものは生まれないと。 やはりその横ばっかりになってもいけない、これ、バランスなんですけど、ですから、縦も大事だということを言ってです、ね、あの両方鼓舞しているような状況ではあります、ただ15、15%ぐらいはそれを横でやってもいいし、まあ、それによって貢献ができれば、まあ、それに対してのリワードも与えるというような仕組みで、まあ、ソフトに横を入れているというような状況でしょうか、はい、基本はでもやはり、あの経営の根幹は縦にあるというところは変わってないと思ってます。はい。 はいえー、と我々の次世代系、まあ、サクセーションプランニングにおいては本人に開示してないんですよそういう意味ではあの明らかなそのあなたは次彼と A と B と C と3人であのポジションを狙ってるんですよと一切本人が言ってませんですから明らかなその競争っていうのをそこで促してるわけではないですねただまあなんとなくわかるもんなのでみんな,みんながその3人が、まあ、ある意味いい意味で切磋琢磨してくれてるように私は見えてますすいません答えになってますでしょうか 残りが1分ぐらいになりましたのでっ、えー、と一言ずつあのこうちょっとテーマが難しいんですけどもあの皆さんの中でこう次のリーダーをこう育てる中でポイントこうだなと思って今日の話を踏まえても全然構わないのでひと言なんかこう、これが大事にしたいとかこれを大事にしていきましょうみたいなことを言っていただけるとありがたいなと思ってまますすのででじゃあこの順番でいき会社が変わらなきゃいけないという中でですね私が2017年に部長になった時に社長からですねまず人事部が変わらなきゃいけないと。 いうふうにあの強く言われてまあその思いでやっています。あのそれだけちょっとお伝えし忘れたんであの言っておこうかなとまあ,あの思います。あの実は私部長になる前に2年間は営業の H.R.B.P. のみたいなことをやっていてその前2年間はあの中国に駐在してまして合計で4年間本社の人事部から離れてました。 まあ結果としてですね、外から人事部を見れたというのは実は今の経験にすごく役立ってまして、あのー、こうしたらいいなっていう思いがこの4年間に溜まったものを今一つずつやっているというようなところがございます。まあ人事部も変わろうとしているというところをちょっとすみませんピアルさせていただきました。ありがとうございます。はい、えー、ありがとうございました。えっと僕はですね、やっぱ採用あの。 人を見たときにな何ですかねとにく本音でしゃべるっていうのはいつも今日何回も言わせていただいたんですけど想像以上に個々人に背景を伝えると個々人の考える力によって進む力が大きいなっていうのは結構驚きましたなのでジョバネットでいうと管理よりも先に信頼を全面的に出すというのをテーマにしていて人事制度も,もう社員を信頼した制度をやって共感する人9割それでもブーブー言う人1割ただもう割り切って1割のしは多分合わないんだと思ってるのでその人の労力あんまり割かないと。 いうふうにすると気づいたらその1割の人も半分は辞めるけど半分はなんか浄化されていくというかジャパネット入りに染まっていくみたいな感じであの個々人の力に託すっていうのは想像以上に会社を強くするなというのは実感しております、はいはい、あの私も人事に来て3年半というまだまだ短い期間なんですけどその人事に来て一番考え感じているのは まあえー、制度っていうのはやっぱり変えるのにすごく労力かかるんですけど制度の番になってしまったらもう終わりだと思ってますので人事がいかにさらけ出して、えー、本音を言ってで、えー、批判も時には浴びてですねしっかり前に進めていくとで違ったら戻ってごめんと言ってやり直すとこれが多分私の、えー、これから人事の一番大切なことだと思ってます。以上でですありがとうございまししたあのやっぱり今日このテーマでやっぱ議論をして DX、AI、かつリーダー育成みたいなことの未来に向けて話をすると、やっぱりどうしても技術的なことよりも、リーダーを育てる土壌をどう作っていくかということが、やっぱり大事なんだなということを改めて僕も実感したセッションになりました。あの貴重な体験をですねいろいろこうお話しいただいて、本当にご参加ありがとうございましたわりたいと思います。